はいどうも、アキです。パズドラ実況をやっていきます。はい、私ですね、日々パワプロアプリっていうねゲームをよくやっているんですが、今ですね、そのパワプロアプリっていうゲームがなかなかねメンテナンスっていうものが開けなくて、ちょっと何しようかなーって思ったら、パズドラのメモリアルガチャが本日からまたね、リセットされましたので、こちらの方引いていきたいと思います。はい、なんか同じような動画を 2,3 日前に撮ったような気がするんだけれども、まあ気のせいでしょう。はい、というわけでやっていきましょう。メモリアルガチャ、ランク250の方が闇カーリーが出るので、僕はそっちの闇カーリー狙っていきたいですね。で、150の方はそうだな、まあ青ソニとか欲しいかなと思います。というわけで引いていきましょう。で、そうだ、月曜日のアンケートゴッドフェスがめっちゃ熱そうですね。4倍のやつ、あれちょっとね引いていきたいと思います。というわけで、その前にメモリアルガチャいきましょう。パズドラ4周年おめでとうございます。いやね、パズドラすごいんですよね、本当に。いろんな書籍やると思うけど、本当にパズドラほど完成度の高いもんないよ、いろいろ。さあ、誰来る？うずめ。はい、うずめもマジで結構な回数、もう通算マジで20体ぐらい引いたんじゃないかな、うずめも。さあ、行きましょう。250メモリアルガチャ行きましょう。さあ、頼む、闇カーリー。スリスリ、スリスリからの闇カーリー来い。闇カーリー。はっ、闇カーリー来い。お願いします。さあ、来い。おお、いいよー。サリア来た。これは普通に嬉しい。サリア2体目普通に嬉しいですね。はい。まあまあ、サリアも嬉しいんでよかったかな。まあけど、闇カーリーはほんといつになったら出るのかと思うんですけど、月曜日のアンケート、月曜日だよね。確か。アンケートゴッドフェスがね、また闇カーリーあれ1位だったんだっけ。まあまあ、とりあえず対象になっておりますので、全力でね、引いていきたいと思います。はい、というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともグッドボタン、そしてチャンネル登録の方ぜひぜひお願いいたします。皆様からのワンクリックが僕の活動の励みとなっておりますので、何卒よろしくお願いいたします。この後は概要欄にあります色々な再生リストから他の動画をお楽しみください。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。